新平家物語第443回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です妻なりし者今の早馬はセ田の飛脚か宇治川よりの使いが南の門へ出て吉中がこう訪ねていると武者沢めきの中でいや早馬にはそうなわる と答えつつ、物言いの頃を落合金行などが早足に来て告げた。淀南方のお味方が敵に不意をつかれ、手負いどもが逃げ争うてきたものでございます。何淀の味方が駆け崩されたと義仲は自分の耳を疑うように、では敵の苦労の軍勢は宇治川へ向かわずに淀の南へ回ってきた様子かそれとも思われません。わずか300機ほどら小勢であったと申しますゆえ。 ではなんだ、その三百機はおそらくは敵の本軍とは別な隠し勢ではありますまい,いか。河知事から早手のごとく駆け来たって、いきなり野営の眠りをつき、味方は内物取るい間まもなく打ち破られた者のおよしはて、下せぬことだ逃げてきた手をいどもをすべてここへ呼んで来いそれらの者から、吉中はなお直接実情を聞き取った。が、彼らの囚行も先の話と大差はない。 ただ敵の中には、武蔵坊を弁慶と名乗る創業の武者や、伊勢の三郎を吉森と名乗った武士がいたということが、吉中に初耳だった。しかし、弁慶という名も、伊勢の三郎なる者も、義仲には何の響きもない名である。ただ、それも苦労の老頭よな、とはすぐ頷けた。とはいえ、彼の胸は穏やかでない。作戦上、淀は重視していなかったのだ。 ただ万一の平家に対し裁縫を開けっぱなしにしておくわけにゆかないのと一方河内の友軍樋口兼光への後ろまきにもと志の義弘へ150機を授け念のために置いた一軍に過ぎないのであるまだ前線の戦闘も効かないのにいきなり味方の後ろまきへ敵が先行してきたのは何を意味するのかさてはあるひらめきに疲れると彼は愕然と足踏みを改めた 樋口が危ない思わず口は知った。上智な彼だが、しかし戦略に暗い愚章ではない。敵の苦労はかしくも俺の手を読んだなと見たのである。河内平野に我が伏兵がいるのを提示し、宇治川を後にして先に伏兵の殲滅で全力を傾けてきたのではあるまいか。そうだ樋口を助ければ 不安が彼の眉を陰らす。だが、陰と五条の館を合わせても手持ちの兵は200ほどしかいない。かつは、陰の監視を捨てて自分がここを離れる気にはどうしてもなれない義仲だった。事態どうあろうと、法王の御座は自分が直に見ていなければ何か不安に耐えないのである。友よ呼べあれを稼いにやろう山で俺から目入る森隣の我が館へと義仲は自分でかけた。 そして、巴を呼び立て、俺に代わってすぐ、樋口の火星に急げと言いつけた。たった今、巴もそれを耳にして、志田義弘や兄兼光の生死を案じていたところである。覚悟も装いもできていた。承りました。笑顔で受けてすぐ、老頭銃に触れ、広場の馬出しへ馬を揃えさせた。 日頃すまないと思っている者が、このごとなってありありと夫の瞳に涙なくあふれていた。駒はよいの表をもてよ、身支度はそれでよいのか。はい。夜のうちに髪も洗い、都人のするように鎧のたもとに香なども抱きしめておきました。いつ敵にまみえてもよいようにと。おお、さすがだ。久しぶりのお褒めをいただき、何やらうれしゅうございます。これで、 思いい残しもななような物色五郎落合兼行与田の次郎など屈強な者も荒もましい引き連れて行けよあと院の守りには五六十機も残しておけばよいいえいえそれほどには及びませぬ大将軍ともあるあなた様のご左右がそれではあまりに少なすぎましょういかにつらい戦となってもご容疑にもかかわりまする なんの、たとえ小勢になろうが、後には一気当選のやからのみだ。それよりは樋口と志田を力づけて、お坊様東国勢をかけ悩ませよう。藤川までも追い落とせ。根の井の行き力が手ぐすね引いて待ってよ。義仲は励ましたが、しかしこれは全く彼の作戦の読み違いであった。 すでにこの暁から日の高き頃には彼の恐れる義経の本軍によって宇治川の先人が争われていたのであるから。義仲がそれを察しきれなかったのは諜報不足のせいだった。手薄のため大物見も出せないし、伝令を待ついとももなかったのである。その不備から、 義仲は敵の義経が前夜弁慶と伊勢の三郎に三百騎を伏して殿の将から河内方面へ放った者を義経の主力の動きと早がてんしいわゆる考え落ちした者だったさらばです我が殿やがて巴は馬のそばへ寄って行きぶみを前にもう一度夫の姿を振り向いた薄化粧した顔のどこやらかえっ 寂しく強いて笑みを見せたのが吉中の胸をズキンと痛くしたひょっとしたらこれが根性の別れかもしれない巴も思い義仲もふと思った。 生き物であるからにはいつかは誰もが必ず身に知る別離の日をその朝二人はお互い長き年月を見慣れてきた姿ながら特に瞳を改めて見ようたのであった巴の凛々しい姿が馬出しの門から駆け去って行き少子のほとんどもまた五条を出払ってしまうと後の館はまるで空き家の縮まであった。 それに似たものが義仲の心にも大きなうろとなって残った稲見ようもなく何かが自分から引き裂かれた感じである人間のおかしな慣れだが他年の妻を突然意識にしたものであったそしてそれも自分の心や肉体の一部だったことを巴が去ってから義仲は引き潮の後の砂地に置かれたように気がついた。 ととしたことが彼は妻へわびたくなった一言それを言うのであったとほぞをかんだ自分がたまらない不完全な夫であり父であったと思わずにいられない無性に寂しくなり何かを思い探すようにたの三郎を丸中田義景などの老頭を顧みて昨日から酒の毛を忘れていた 酒をさえ忘れたとは俺としてないことだ。中太、賢しの広さしへ酒亀を置けとにわかに言いつけた。闇鏡陰の森にはかし木の朝煙が煙り始めている。大膳式の上にも望まれ、少子も朝の兵糧を取るらしい。 吉中はやがて一人、広久氏の大床に座り込んで、中太が備えた酒を手ずから継いではあおっていた。その間に、瀬田から二度、伝令が来た。よし巴の影が抜けた心のうろへ彼は慌ただしい酒を流し入れて、ようやく早期を五体によみがえらせた。瀬田の防ぎは今井金平。矢前火星も増してある。よもその口は破られまい。さらに、幾杯。 まもなくまた早馬が来た。宇治からである宇治の第一報だった。待ちかねしろと使いを開花に引いて、どうだ宇治川の備えは敵はまだ対岸に影すら見せまい。何の鎌倉勢2000機近く、早川向こうの平等院の辺りに陣し、夜半ごろから近くの民家を焼き払うておりまする。な何義仲は乗り出した。 手から落とした河原家が膝から膝かしの下までコロコロと転がってきて砕けた。そ、ちは、宇治川の陣生はいつ頃経ったか牛の下国でございました。対岸へ来た敵とは敵の本軍ではなかろう。一部の小勢が見えたのとは違うか 深夜のこと、定かに見えもいたしませぬしたが、河口にひらめく旗の数、水に響く武者声などからも、たらけよ小勢を大軍に見せるぐらいは優しい芸だ。かつて国からの合戦では俺も犠牲は用いておる。いずれともまだそのあたりの儀は、よしよし、次の知らせを待とうそういったものの、それからの吉中は何か落ち着ききれなかった。安からぬ者が心を叩く。 ままよ。いよいよの場合には、法を促し立てまつって、陰にもこの館にも火をかけて立ちのくまでのこと。平家も都落ちしたが、今や西国で盛り返しているではないか。たとえ北陸へ落ちようが、法をさえお連れ申せばと、ようやく生きり立つ手記が、自亡の回をさえそそるのだった。そうだ。いよいよかの君に目は離せぬ。 不意に身を起こしかけ、そして立ちよろめいた。しかし、数歩にして平然たる彼に帰っていた。ずしずし奥の方へ歩いて行く。いずれは焼き払う家、秘蔵の者は肌身にとでも考えたか、一度日頃の居室へ隠れた。そしてまたすぐ薄暗い壁の間を戻ってきた。すると、誰か暗がりから彼の鎧の袖を掴んだ者がある。ぎょっとして身を斜めに振り向いた。 同時に彼の腕が「タラッとばかりその手を払ったが木の枝を打ったような感じでしかない袖の重みは離れもしなかったそしてつぼね口のすだれだけがガタと揺れた人の影は薄暗い巣の内にあるのだったお青いかそうですでもまだお忘れではございませんでしたか おまおっすぐに言おう。俺は時々思い出すほか、そなたのことなど正直忘れていた。今も忘れていたらしい。そうでございましょう。巴様やら執念深い山吹やら、それに冬姫の君まで終わりですから。そなたは闇伏した霧なのに冬姫のことまでわきまえているのか。心だけは針のようでございますから。 ならば次げずとも吉中の運命もまたよく分かっていよう。武者三人ほどつけてやる。今のうちに腰にでも乗ってどこへなど行け。落ちて行け。それほどならば、当にここにはおりません。でも間もなく、この館にも火がかかるぞ火や水が何でしょう。そんなものを女は恐れもいたしません。恐れるのは、殿と離れ離れになることです。 青いもやがて後から御陣へ駆けつけましょう。杉氏とし、朝間の戦場をかけたように、くまの河原を殿の駒とわらわの駒で敵勢の中へ駆けいったように。どうぞ、最後の御馬前を仰せつけくださいませ。ば、ばかな、その体では立ちもえまい、あらぬ夢を病が夢見させると見える。いいえ。 病はひところよりもはるかに癒えてきておりまする。けれど、殿にも人にも今の姿は見られたくありません。見られるのが嫌なのです。そのため、昼もつぼねのしとみを下ろしているのでした。それはなぜだどうしてぞ、葵。あ、お入りになってくださいますな。彼女は慌てて蓮の裾を押さえた。 そのまま悲しげな表を伏せた。部屋のうちは一面の鏡らしいものが蝶のあたりにほの青く光っているほか何も見えない暗さであるそのくせ黒髪の匂いや滝香らしい漂いが粘りつくほど表を襲うてくる「そうか」とうめくようにつぶやいて吉中は急に五蝶を変えたいや入るまいどう 葵「稲へ帰らば身寄りの者もおろう。義仲が堅みぞ。これなと思ってふるさとへ帰るがよい。帰ってくれ。小金の口外と小さな革の袋とを懐から取り出して蓮の下へ置いた。それを見ると葵は激しく泣いてまた面々と恨んだ。近頃。 殿が私をお忘れになられても、私はちっとも悲しいとは思わずにおりました。私は殿の男心というものを知っていますもの。もともと殿は戦うだけに生まれてきたようなお人の権げです。ですから殿にとれば恋は血にあいたあとのお遊びにすぎないんでしょう。 私たち女は御人の野の花とご覧になるだけでしょう。い,いえ、そうなんです。愚かな私も悟りました。病が悟らせてくれました。おおまた宇治川からの早馬だろう。との方で駒音がする。青い。俺はこうしてはいられないのだ。心がせく。違います、あの駒音は。わかるか 東から近づいてきたではございませんか。宇治なれば南から来るでしょうに。はあ、そなたの方が落ち着いている。女はそうです。ただ女の迷いには男心の薄さよと知りながらもなお死ぬならば、殿のおそわと願わずにいられませぬ。この後になって 故郷へ帰れのおかたびなどとはそれこそ口惜しい限りですお恨みですこんなものが女の命の値とおぼしめすなら蓮の裾から彼女の白い手がいきなり吉中へ向かって川の袋を投げつけた砂金であろう袋の口が溶けたと見え吉中の姿が金なしじの光に散乱と染まった 温大将温大将宇治の様子が知れました宇治川の防ぎが危ういとのことその時、遠い牢口の明かりを人影が塞いで、老頭たちのわめくのが、洞窟で聞く声のように無人の館を響かせていた。